かなり近づいたんじゃないですかね、ハネマン。はい、サーナの4曲です。こちらの点数状況、かやもりとしさとは4700点差、1200点積も OK です。そしてルミはハネマン積もってもかやもりをまくることができません。マンガン積もでしさとをまくることができない。ハネマン積も2着、それ以上でそれより大きい上がりでトップ目といったことになっております。いやー、かやもり逃げ切れるか、魔王が来たぞ。そして園田は上がり続けたい。リーチ棒も出やすい局面なんで、佐藤選手は3冠の3000脚の仕掛けも視野に入れそうですよね。なるほど、3900プラスあと、まあ、積もったらいいし、うん、リーチ棒出てからロンでもトップだしみたいな。かやもり逃げ切りたい。ちょっと逃げ切るにも重たい手に見えます。レンちゃんはね、まあ最悪いいんですよね、自分が振り込まなければ。はい、その場に時間はあるのか。点差が4700点はもう簡単に逆転されちゃいますからね。できれば自力決着したい。はい、もう逃げ切るといった点差ではないかもしれません。ただ園田が今回は早いですね。いいシャンテン、早くリーチって言いたい、そんな気持ちでしょうか。今すぐ転敗だと、その早くリーチ言いたいって気持ちと作り直して高い手の、うん、チャレンジをしたいっていうのでかなり難しいですよね。早すぎるってことですか今。そうですね、7、8周目とかなったらもういいかなって感じで、今が転敗しちゃう、しちゃわない。チートイツのいいシャンテンでもありますね。チートイツはいいですね、高い手の可能性秘めてるし。はい、裏柄見ると違うドキドキしますよね。リーチもチートイツ大きいですからね、はい、裏面乗らなくても。リーチもチートイツは3200オール大きい。シャー入ったら仕方ないからリーチですか。チー、まあ、シャンポン待ちが入ったらリーチしちゃいますか。シャーションパイ狙い目ですか。かやもり一気通貫が見えるイーシャンテン、役割は心強いぞ。かやもりあんまりリーチって言いたくないですもんね、きっと。まあ、でもさっきのオーラスカに行ってますよね、渡選手と同じ感じで。あ、見ましたね、うん、結局自力だよ、自力だよねみたいな。町によってはリーチ自殺って考えてます。お、チートイツに使うと大きい。2枚切れ、2枚切れになったところ。でもカンパーピンも嬉しいからの残したい。ウーピン切ると水の下の伸びがなくなるけど、まあどれかは切らなきゃいけない、うん、いろんな悩みがありました。に3層を切っておく、観覧層の布石か。海選手はハネマンツモでようやく2着ですか。そうなんですよ、かやもりまでハネマンツモでも届かない点差になってしまいました。お、できた、テンパった、一気通貫できた。 E1 とパー1のシャンポン待ちです。E1 が場に1枚切られていて山に残り1枚、パワーはルミが使っていますが、こちらも山に1枚残っています。決めに行けるか。少なくとも自分とこ来るか、園田選手のとこ行けば上がりですよね。はい、貫禄残すのはあったのかないかな、なんかいろんな思いがありそうです、うん、形的には楽はないですけどね、選ばなそうですけどね。聞いてみましょうかね。テンパったリッチドラタンキ、2枚切れのドラタンキで行く。山に1枚残ってます。これドラだけど出ないとも限らないですからね。びっくりした、入ってる。静かに筋の入り、ドラが9ピンの時のパーピン結構怖いですよね、筋といえども。中山森の先輩上がり牌は山に2枚残っている。ドラの9ピンは1枚しか残っていませんが、いたら大事件ですよ。いるの事件起きない、いるんだから事件なんていつだって起こしてやるぞ。乱面に変えられる、そしてさっき取ったばっかの9万、覚悟を決めた。かやもりさやか、最後自力だよねって感じですね。そう、かっこいい、決めに行こう。ロー9万待ち、どこまで行きましょうかあれ、先輩テンパったサブローソー待ち。サブローソーリーツも裏で一応ハネマンになる、ピンフなってますよね、はい、リーチピンフ赤に、まあ、スーソーギリリーチならば来ますか。いや行かない。かやもり選手が来てるってのもあるかもしれませんね、うん、勝つにはこの2人に、あ、待ちを変え、まあ、変えますけど、無理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 ですが、
ですが決めに行こう。キューピンしても打っちゃうんですよね。そしたらいや怖っ。ロケマン山に4枚残ってる。4枚いる。でも先にキューピンがいるかもしれません。そうなの。麻雀はたまに1が勝つ。しかもキューピンは2人で積もってる。キューピン止めるの難しいと思うんですよね。ここまで勝負の姿勢貫いた。スーピンも切る。キューピン切るは相当難しい、まあ、だって短期にしか当たらないんですよ、ね、だってこれこっちはだって少なくともリーチの人は絶対切る9万で、他の人も別に止めるとも限らないですからね。まあロケマン山に3枚中央から切っときましょうか、うん、降りてる風味もちょっと見せられるか、まあね、その切ると軽切りなら軽切りのはだいぶいいですからね、はい、あれ2対1になっちゃった。9万はいつも危ないんですよね。けど結局あーローマだー押し切った。覚悟を決めたガヤモリのトップ。はい、これもかっこいいですね。ピンフ一気通貫3900。最後はかやもりが決死の3900を上がってトップを守り抜きました。これにてセガサミーフェニックス同日連勝達成です。すごっ。さあ続きまして、はい、トップとなりましたセガサミーフェニックスかやもりさやか選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。なんだかちょっともう気の抜けちゃうような。そうね、ケンちゃんのせいでねいやでも本当にチームとしても個人としても本当に大事な一戦、うん、トップですが、はい、今の率直な感想いかがでしょう。いや本当良かったです。1戦目ユーミンがトップ取って、うん、ここでトップ取るとまたぐっとこの縮まるというかボーダーに近づくので、うん、本当良かったですね。うん、オーラスはしっかりと自分で勝負して決めたわけですけれども、うんはい、やはり相手が園田選手だったからなんでしょうかいやまあそれもちょっとありますけどなんかありますちょっとね心の奥底の方にはありますけど、まあでもあのテンパイ入ったら押すっていうのはあります、はい、座ってるのが園田選手じゃなかったとしてもいやはいそうですね、押すんですけど、でもあの勝てる気はちょっと本当にちょっと高くなるんですよで実際あの小町両面に変わりましたけれども、ねうんま、シャンポンでも両面でも園田選手から結局出ていたっていう結果ですもんね。そうそうねどっちでも良かったみたいですねいやもうしっかりとここ自分で決めたわけですが、はい、まただけいかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。